よよよよ、みたしです。今日はバルーンアートで刀こちらを作っていくしよう。お子様にも大人気、叩いても痛くないから親御さんも安心だし。じゃあ早速作っていくしよう。まずはバルーンを用意しよう。バルーンはパンパンに詰めるしよう。パンパンに詰めたバルーンをまずこちら結び目の方から小さいバブルを一つねじっていくしよう。かわいいしね、ちっちゃくて。一つねじったら次の工程だしよう。次は折り曲げるし、折り曲げてこの折り曲げる隙間にこの棒が入るぐらいの間を作ったらそこで閉じる、でねじるし、閉じてねじるしよ。ね、ここに穴ができたし、こんにちは、無言だしね。でここに次の工程いくしよ。ここにこのバルーンを中に通してここちょっと形を整えると刀完成だし。よよよよ、刀よ、めんめんどーじばーうえー、なんちゃってね。これ叩いても痛くないから皆さんもどんどん作ってほしい。めん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 じばじばじばー、よよよよよよよ。じゃあ今日はそんな刀に関するラップを披露するぜ。 Here we go。 じゃあ刀といえば日本刀、誇れる技術の最高峰、そんな日本刀めっちゃ慣用句ある、立ち位置抜き打ちすけだち、つばぜり合いにつけ焼き場、ミスター C のバルーン技術もつけ焼き場。よよよよ、皆さんも刀を作っていっぱい遊んでし、めん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 、ギバーギバーギバー、ミスター。